こちらです。ご覧ください。とんでもないぐらい上がってる。トップ10に入りたいっていうところやったんですけども、プロのクリーニング屋さんとちょっと提携組んで、はい、本日ですね、売り上げ発表していきたいなと思います。ということなんですが、先に言っときます。過去最高額が出ました。で、なんとですね、僕が今まで夢に見てた、なんとかトップ10に入りたいっていうところやったんですけども、もう年内に100以内入りたいなと思います。もうこれはもうマストでね、クリアしていって、その次はね、10以内っていうのをね、目指していこうかなと思っておりますので、今後ともね、皆さん、気に入ったのがもしあればですけども、よろしくお願いいたします。奇跡がここで起きました。で、まあそれをね、皆さんと一緒に見ていただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。ではね、データ見ていきたいなと思います。2023年12月、昨月の売上っていうのがですね、こちらです。ご覧ください。とんでもないぐらい上がってる。5,539,712円ということで、皆さん、本当にありがとうございます。過去最高が1,500万円なんですけども、ここかな、そうですね、5月の1700万っていうのが最高だったんですけども、それをですね、何倍も3、4倍上回る5500万円ということで、本当にありがとうございました。当初はね、誰がこんなん買うねんとかいろいろ言われたりとか、悔しい思いとかもいっぱいしましたし、工場さんにもずっとバカにされたりもしたんですけども、絶対諦めてたまるかということで、まあとにかく今皆さんにね、喜んでいただくような商品をこう作り続けることで必ず認めてもらえると思って継続してきて、まあよかったなと思ってます。まあ何よりも皆さんがこう購入していただいて満足していただいたりとか、ちょっとこれ微妙やでっていうことをフィードアップしていただいたおかげでね、改善っていうのがいっぱいできてますので、今後ともね、ぜひぜひよろしくお願いします。で、気になるランキングなんですけど、12月見ていただきましょう。ズドン、なんとですね、トップ10入りました。で、本当にありがたいことなんですけど、なんと5位、全国の5位になりました。僕今まで大学受験とか高校時代、中学時代、全国模試とか受けたことありますけど、一回もトップ100に入ったことないのに、初めてトップ10、全国トップ10、全国5位まで入ることができました。本当にね、これは皆さんに応援していただいたおかげなんで、本当ありがとうございました。で、まあそれ以外にも、まあ、うちのスタッフであったりとか、外注さんであったりとか、まあ工場さん、まあ、いろんな人のおかげでなったので、僕一人でここまで来たとは思ってないんですけども、本当にいろんな人のおかげでね、こうやってなんとか5位に入ることができて、僕もともとアパレルでもなんでもないんですよ。学校も出てないし、専門学校も行ってないし、アパレルで染めたこともないけども、そんな僕がね、この日本で200万ショップぐらいある中で上位5位に入れたっていうことは、本当皆さんのおかげなんで、本当にありがとうございます。まあこれからもよりいいものをいっぱい使っていって作っていきたいなと思ってますので、まあ今回5位に入れて非常に嬉しいんですけども、あくまで僕の中ではこれは通過点で、次は1位とか2位とかっていうよりも、よりこうもっと広い世界を見ていきたいなと思うので、日本国内っていうところにとらわれることなくね、海外進んでいくということで、いよいよ再来週ですかね、アメリカに初めて本土に行って、いろいろ調査をね、視察をしに行きたいなと思っておりますので、まあその辺も Vlog に上がるかなと思いますので、ぜひぜひ見ていただけると嬉しいなと思います。はい。ではですね、次皆さんからいただいているレビュー、これをいただくことによって、僕はもう毎回アップデートを続けてこれてるので、これめちゃくちゃ大事なんですよね。特に、いい意見も嬉しいんですけど、はっきり悪い意見っていうんですかね、そういう正直な意見っていうのは非常に助かりますので、これからもよろしくお願いします。ではですね、まず一つ目っていうのが、黒パンツも最高の商品ですけども、今回このグレーパンツが最高でしたということで、グレーはちょっとね、綺麗めな感じになってるんですよね。まあこっちも見てもらったら分かる通り、ベルトループがついたりだとか、あとドローコードがなくなったりとかしてて、こうシャツをインして着れるようにもなってるので、より綺麗な仕上がりになってるんじゃないかなと思います。まあとにかくタイトルにも書いてるけど、黒アウターを一番かっこよくするパンツって書いてるから、黒のアウターがね、冬場多いと思うので、ぜひ使ってみてください。では次も同じくグレーパンツ、いつも YouTube 楽しく拝見させていただいてます。自分は176cm、 63kg で M サイズを購入させてきました。サイズはぴったりパーフェクトですよ。美しいシルエット、動きやすさと、やんちゃな子供のパパには理想的なパンツですね、ということで言っていただきました。パンツシルエットにうるさい妻も大絶賛で、アラフォーイ教授にさらに拍車がかかりました、ということでありがとうございます。ちょっともうグレーパンツは人気でね、なくなっちゃって、次は4月入荷かな、でそこも終わっちゃったら次は7月とか8月とかになっちゃうと思うので、ちょっと在庫構えるまでしばらく先になると思うんですけど、もし気になる方はね、ご予約いただけたらなと思います。でシャツですね、パッと見た感じ普通のシャツ変わらないってなったんですけど、触った瞬間に違いが分かりました。すごくいいです、ということで、すごい安っぽいやつか、ハイブランドの6、7万するやつかだけなんで、こういうのが欲しかったですと。で、一つ言うなら、ペイペイ決済もしてるようにしてほしいです、ということなんで、ペイペイ決済ができるように、ベースの担当の方いらっしゃるんですけど、その人にちょっと言っときます。ペイペイの決済ってできないんですか、っていうことを言っときます。次はパーカーですね。普段はね、バーバリーを愛用してて、パーカーも10万ぐらいするんですけども、スタイルも生地もすごく良くて対応してるんですけど、今回のこちらのパーカーが届いて袖を通した瞬間、スタイル、生地の仕立ての良さ、色味がハイブランド以上でした、ということになっておりまして、本当ありがたいなと思います。
います。ここで作っていただいている生地が僕ハイブランドと同じ工場で作ってるんですよ。だからまあそれかもしくはそれ以上の、素材のやつもあるので、持ってはる方はねなんとなくこうイメージがつくかなと思うんですけど、こう比べてみたらあれ変わらんやんとか、これよりいいやんっていうのってね、言ったらあかんやついっぱいあるんですよ。多分こんなんとかもそうで、これここのブランドよりいい生地使ってるんですって言いたいけども、言ったらあかんこともあるから、まあ、それぞれ皆さんね考え方ありますので、こういうお声がありました。であとはですね、フリースオーバーサイズでなくきつすぎないということで、まあゆったりめのサイズ感なんですけども、どっちかって言ったら着るより撫でていたいぐらいの肌触りですということで、まあ拓造さんも言われてるんですけど、一回も洗わず白トレーナーの上に着ると毛がたくさんついたので、洗ってから着用するのがおすすめです。まさにその通りなんで、まず届いてすぐ洗ってください。で洗っても硬くなったりシワになったりしないので、とにかく洗っていただいてから着用していただいた方が、特に白シャツとかの上にはいいと思います。いやそれして心配やっていう方は、黒のロンティーの上に一回羽織ってもらって試着してもらったらねいいんちゃうかなと思いますよ。お願いします。でブラゾーンもね、コーデュロを使用してるのでナイロンの7倍の強度があるだけしっかりしていますと。ジップも YKK の中で最も高級で美しく最高ですということで喜んでいただきました。カーキがもう M サイズすぐなくなっちゃったんで、またね M もちょっと、追加していこうかなと思ってますので楽しみにしててください。ポップアップで試着した時から気になっちゃったのですが、嫁さんからクリスマスプレゼントにと買っていただきましたということで、よかったです。拓造さんのサイン、お願い心よくしていただいてありがとうございます。たまにね未だに僕のサイン欲しいって言ってくれる人いて、ちょこちょこサインもねさせていただいておりますので、また欲しい方は備考欄とか、言っていただければなと思います。次ボディワーク、ほら拓造真ん中のスマホポケットやけどな、ちょっと浅いんちゃう。カバンの中に物入れてスマホ入れたらそこまで入らへんやん。ポケットから頭出てるし、バッグより上になってるかも。下手したらスマホ落ちるで。安志師匠が生きとったら怒るで、しかしって書いてますけども、ちょっともうちょっと中入れるようにしたらいいんちゃうかっていうお声をいただいておりますね。ちょっとこの辺に関してはちょっと工場さんと喋ってみたいなと思ってますので。あとレザーがですね、姫路レザーのベジタブルタンメンナメシらしいけど、姫路レザーやったらクロームナメシちゃうのって。あ、姫路レザーってね実は2つあるんですよ。クロームも確かあったと思いますしね、ベジタブルタンメンナメシもねあったと思うんですけど、別にそれってねこの辺ねちょっと喋り出すといろいろ長いんですけど、実は姫路レザーっていう会社じゃないと姫路レザーって言わないんですよ。だから姫路の地域で作られてるから姫路レザーっていう名前じゃなくて、そこの会社じゃないと言わないっていうのがあったりとかしてて、あ、姫路作ってる地域全部姫路レザーちゃうのと思ったら違うんですよね。でこの姫路レザーっていう会社で作ってる姫路レザーだけが特許取ってて姫路レザーって言うんですけども、ここが全部クロームかなんかっていうとどうやったかな、確かベジタブルタンメンナメシもあったかと思うんですけど、今回使ってるのはこれはクロームですけどもね、あります。でこの価格で縫製も含めたら作り入れて仕方ないかなと思いましたと。で脂肪と血筋が全然違うでっていうことで、あ、物によってね多分傷が入ってたりとかシワが入ってたりするっていうことで、まあ、これもね非常に嬉しい意見で、これを入れないか入れるかによって値段だいぶ変わるんですよね。これを省いていくってなってくると、1個あたりの単価が最低でも1万5000円以上はしてくるんですけど、もうこれも全部含めて使える革、ちゃんと使えるものとして革を取っていただくと、もうこの値段になるということなんで、まあ、表面はね綺麗なやつ使うんですけど、裏面とか肩の紐のところとかにはどうしてもこう傷があったりとかするっていうことで、まあ、あくまで科学的に作られたものじゃなくて天然のものなので、多少傷があったりほくろがあったりとか、まあ、いろんなことがあるんですけどもね、またその辺も価格等含めてね、ちょっともうこれ品質あかんでっていうことであれば、でも値段上げながらいいとこしか取らへんっていうのもね、戦略でできるかなと思いますので、また考えたいなと思います。ありがとうございます。まあ、黒パンとかですね、ルーズすぎない感じがいい、最高ですと。で値段張るんですけども、アウトラストの生地でオールシーズン履けると考えるといいですということがあったりだとか、あと177センチ90キロの大型ですが XL サイズでジャストでしたということでありました。で数人の方も書いてたんですけど、少し赤っぽく見えるということで、生地の特性上仕方ないんかなというふうに思いますということでやったんですけど、この赤っぽく見えるところなんですけどね、僕もちょっと一回買ってみたんですけど、 Amazon でねこういうのがあるんですね。でこれは黒色より黒く戻すっていうなんか洗剤みたいなんですけど、でこれをちょっと一回使ってみようと思ってます。でこれを使って、僕のも実際色もちょっと抜けてるんですね。だからこれやってみて黒色が入るんかどうかっていうのもね、また見てみたいなと思ってますので、ちょっとご報告はしていきたいなと思っております。まあここにも書いてますけどね、黒復活シートって書いてますけども、黒が復活するんかどうか、まあもちろんこれ洗うときは一つで洗わなあかんと思いますよ。他の黒白色の T シャツさんが洗ったりしたらとんでもないことあると思いますけども、こんなもね試してみたいなと思っております。はい、ということで、ね、皆さんがレビューいただいたんですけども、先月のね売り上げが高かった理由っていうのが、やっぱりダウンジャケットの予約やったんですよね。でこのダウンジャケットの予約していただいた方っていうのが、まあ約300名ぐらいいらっしゃって、まあ、それだけでもね、大体3000万円ぐらい近くの売り上げがあったっていうことなんで、ありがたいなっていう思う反面、初めて取り扱いの難しい商品っていうのを今回僕出したんですよ。今までっていうのは基本的に気軽に家で洗えるものとかと洗濯できるものっていうのをメインで、やってたんですけども、まあ、今回初めてダウンっていうことで家で洗えるのが難しいものっていうのをやっちゃったので、まあ、それに対してのアフターフォローっていうのもあって、プロのクリーニング屋さんとちょっと提携組んで、普通のクリーニング屋さんじゃなくて一点一点こう手洗いするクリーニング屋さんっていうのがあって、しかも水洗いでね洗っていくっていうところがあるんですけど、一個一個こう首の汚れとかが違うし、ちょっとここにシミがついてたりとかってやっぱ個体差あるじゃないですか。だからそういうのをこうしっかり洗ってもらえるクリーニング屋さんと提携したので、
それが明日からですね1月26日からスタートするのでそういうのでちゃんとアフターサービスもしていきたいなと思ってるし例えばこれジャパンメディアのダウンじゃないんやけどもモンクレールとかそのカナダグースとか普通のクリーニング屋出したらちょっともううちではできませんって言われた人なんかは、まあ、もしよければそういうクリーニングのサービスもやってるので僕らの方でチェックさせてもらってさらにクリーニング工場さんでもさらにチェックしてもらって綺麗に直してもらってお客さんのところに戻すっていうサービスもね、始めておりますので特に僕の視聴者さん結構ダウンとかお好きな方多いと思いますしそんなに値段の高くないものやったら別に近くのクリーニング屋さんとかであのおじさんのダウンと一緒に回されてもいいと思うんですけどやっぱりある程度高いやつとかやったら自分の一点一点洗ってほしいなと思うしなんやったらこのダウンのふわふわ感を復活させてほしいなと思うじゃないですか。でどうしてもこう空気とか吸ったらこうへたってきよるんでそれをこう復活させるっていうのもやっぱそれ一点一点やってるならではの、復活のさせ方とかその温風機の当てる距離の近さとかもダウンの質によってちょっと変えたりとかしてますのであそういうのね困ってたよっていう方はねまたしていて下からね見ていただければなと思っております。まあそんなことで僕も初めてダウンジャケットやったからやっぱりちゃんとアフターサービスまでまた商品は出来上がってないんですけど今年の10月から商品を送らせてもらってその後にはちょっと汚れついた染みついたでこれでも洗われへんからどうしたらいいのって言われたらそういうクリーニングサービスもやっていくし、今月からやるからとりあえずちょっとタグゾーンのダウンはないんやけどモンクレールやってとかね、そういう風なところでお問い合わせいただければいいかなと思っております。まあとにかく皆さんにこう買っていただいたり別に僕のだけじゃなくていろんなものでそうですけどねダウンとかも買ったけどそれで終わりじゃないから買った後どういう風に付き合っていくかの方が僕ら長いじゃないですか。それメーカーは売って終わりかもしれないけど僕らからしたら買ってその後の方が長いからやっぱりね長くこう付き合っていくっていうのはいいんちゃうかなっていうことで、まあ、今回こういうサービスも用意させてもらったんですけど基本的にはもう普通に地域のダウンでのクリーニング全然問題ないと思います。地域のクリーニングとかやったら大体僕の近くのとかやったら2000円ちょっとぐらいでクリーニングもしてもらえたりできるので例えばノースウェイスとかユニクロとかやったらそこまで値段払す必要ってないんかなと思うんですけども、まあ、ノースウェイスでもちょっと限定モデルやったりとか少しこうちょっと値段が高いやつとかっていうのは高級クリーニングで一点一点手洗いするっていうのもねありかなというふうに思いましたんで、今回売上発表ということになっていました。まあとにかくですねこの目標であったトップ10に入るっていうところでそれが別にいいこととかっていうことではないんですけどトップ10に入ることによってやっぱり企業さんとかにも話が通りやすいんですね。新作のアイテム作るってなった時にまあそれこそ今も作ってるんですけどニットとか半袖ニットとか長袖ニットとかで長袖ニットって言ったらクルチアーノっていうイタリアの高級ニットがあるんですけど、まあ、それってホールガーメントって言ってね縫い目がないんですよ。例えばこういう風に肩とかって縫い目あるじゃないですか。まあダウンは全部縫い目あるんですけどそういう縫い目のないホールガーメントっていうのが今は日本の何社とか持ってて和歌山にある島っていう会社が作った縫製か機械なんですけど、まあ、それがね点々とあるんですよ。そういうのもやっぱり日本で作るとよりもっといいものができてさらにもの値段も下げれる。クルチアーノとかやったら1枚のニットで7万とか6万ぐらいするんですけどもうちょっと半分ぐらい値段下げれてね出せるんちゃうかなと思ってるのでそういうのとかも初めてこうやって挨拶した時にあ、パクゾー君ってこれなんかジャパンメディア見たけどもちゃんとすごいいろんな人から支持されてるんでないぜひうちで作らせてくださいって言われるのかそんなんやってんねやまあ頑張ったらって言われるのでえらい違うのでやっぱりそういう時に工場さんと話がしやすくなってくるというところで今後ねますます動きやすくなってくるんじゃないかなと思いますのでまあ既存の工場さんもそうなんですけどこれからねどんどん新しい挑戦していくときにいろんな人をこう巻き込みやすくなってくると思いますのでこれからもねぜひぜひ見ていただければなと思います。ということで本日はですね売上発表してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。